ぐるっと一周回ったらもう何年も経っていたそうり、そう、そうね、なんです。あっという間に何キロも行ってしそまっう。たりね、時間と空間を無視できるお芝居ですもそうんなんです。ね。ここはパリの都にて候とことんやるっていうじゃないですか。あのとことんは能の表紙のとことんってあるんですね。なるほど。どどうんだぞ。やー。よー。それでは後半、能って一体何なんやろう。そしてこの文化の面白さ、それをちょっと紹介していただきたいなと思いますけども、これがうちに伝わる能面ですすね。ごいよはね。い、沖縄ですよね。沖縄ですね。なんか裏に書いてあるんですが、これ作家さんの名ああ、前かまあもでしもれね、まきっせん。とね、作られた方のね、打たれた方私のとこに思って。伝わるもので、で川で、村さんとこ今に日持って伝わきる。たのは、この沖縄の表なんですけど、これって顎がこういうふうに2つに分かれてるんですね。で、こういう表って沖縄だけなんですけども、これなんでかっていうと、っていうか、それ私は考えたことなんですけど、文化って中国、韓国経由で来てましたので、韓国に残っている表見ると、ここから下がないんですね。で、おそらくもともと日本に入ってきた表はここがない形で始まって、ここで紐でくっつけるような形になって始まったん違うかなと思うんです。で、韓国にはまた古い表がほとんど残っていないんです。それなぜかというと、日本は表をつけた時はこの役やけども、外したら自分に戻るけども、韓国の方は表をつけると乗り移られてしまう。だからその表を焼かないといけないというふうな考え方だったので、韓国には古い表は残っていないということなんですね。でも、似合すごくなんか愛嬌のあるおほんと顔ね。のね、沖縄の表って本当に柔和な顔をした神さんなんですよ。農耕の神様なんで、インバウンドでね、来られている若い人に沖縄の表見せて、この表見たことあるでしちょっとょ？っ僕もて言やうらと、せみて。んな見たことありますよ。見えるよ、よく。ほんとよだ。く見これ見えます？逆に。表、さっきの沖縄の表は海外の若い子はみんな知ってるんですよ。で、なんでかっていうと、「千と千尋の神隠し」の時と「名探偵コナン」の「迷宮のクロスロード」で使われてるんで、これ見たことあるよねって言うと、みんな「イエス！」って言うんです。なるほど。面白いな、表も本当に。それこそ10年前とかやと、そんなみんな知りませんだったんですけどね。脳って何なのかからちょっと皆さんにご説明がいるんじゃないかと思って、衣装も綺麗やしね、あれ唐織が多いですけど、西陣織ですかね。でそもあしれて結構重たくないで重すたいか？です。1枚だけで切ることってあんまりなくって、何枚か組み合わせますし、下には胴着って私たち呼んでるんですけど、綿が入ったものを、結局傷みますんで、汗かくと、着てるので、トータルすると大体10キロ近くなりますよね。ざっくり言うと、能って何なのって今おっしゃったんですけど、室町時代に始まって700年近く続いてるドラマなんですね。で、それまで本はありますよね、たくさんの。でも、それを、言ったら立体化させて、ストーリーがあるドラマとしてはなかったわけです、そういうものは。それが初めて成立したのが能だっていうふうに思っていただいたらいいと思います。動作がゆっくりっていうのは、これ泣いてはんねんとかそう、ね。だから、ある程度のルール知ってると、その泣くっていう動作だと、例えばこういうふうにやるとかっていうのを、これは泣くんやなっていうのを分かってると、見た時に感情移入できますけど、知らんと、前に来た中学生に「これ何やってると思う？」って言ったら、「手の塩は見てる」って言われたんですよ。そう、ある程度のルールを知ってると、ちょっと感情移入もしやすくなるし、その妄想するってすごく大事なんですよ。脳は空白を自分の妄想力で埋めるってことなんです。で、主人公も大体ね、6割以上幽霊なんですよ。そうですそうね。なんです。
こんな夢で出てくるのないんですよ。夢と幻想の世界でしょ、脳っていうのはね。あの複式無限脳ってね、難しい言葉で言うんですけども、うん、要するにこの世に思いを残して亡くなった人たちが、うん、向こうの世界から橋がかりってあそこを通ってこっち側にやってくるわけで、うん、で今生きてる私たちに自分が生きてた時のすごいしんどかったこととか、うん、苦しかったこと、逆に楽しかったことを喋りたくて、楽しかったこともあるの、恋の思い出とかね、うん、語りにやってくるわけですよ。でそれを聞いてもらうことで気分がすっきりしてあの世へ帰ってくるってことなんです、うん、あの私がよく思うのは仏壇ってあるじゃないですか、うん、仏壇は死者との対話装置で、生きてる人が死者に語りかける、うん、おじいちゃん今日孫の入学式やったんやとか言いますよね、うんうん、それは生きている人のためじゃないですか、うんうん、でも能舞台は逆で、死者が私たちに語ることで鎮魂してるってことなんですよ、うんうん、同じね死者との対話装置なんですけど ね、うん、なるほどね。私なんかね未練を残してる人が帰ってくるのかと思ってた。まあ、あのだいたい未練を残さないで、うん、すって死ぬ人ってなかなかいないと思うんですけども、あのもちろん戦で敗れたり、ね、いろんな人がいるわけですから、そういう無念の思いを残している人が圧倒的には多いんです。私はその世阿弥がすごいって思うのは、世阿弥っていうのを作った人ですけども、弱者の視点、例えばみんながよく知っている平野って言ったら、とあの例えば、平野清盛っていうじゃないですか。でも清盛が主人公の曲なんてないんですよ。あるいは源頼朝が主人公の曲も一曲もない。なるほど。逆に負けた方の曲はいっぱいある。なるほど。あるいは植物の性、例えば藤の花とかですね、柿翼だったりとか、それから虫とかですね、そういう植物とか虫とかの魚だったりとか、そういう脳はあるんですね。ということは昔は地球とかって発想ないですし、環境なんとかとかないですけども、世阿弥はこの世の中って私たちって共生して生きてるんだよっていう、ある意味の、まあ、哲学みたいなもの、今と違って環境問題なんかないですけども、その自分だけがこの世の主役ではない、私たちはお互いに助け合って生活しているという、そういう多分ね哲学みたいなの持ってた人だったのかなと思うんですけどね。お能って西洋のお芝居とおそらく違って、こうぐるっと一周回ったらもう何年も経っていたり、ね、あっという間に何キロも行ってしまったりね、時間と空間を無視できるお芝居ですもんね。あの村田先生がおっしゃるように、さっき私妄想力って言ったんですけど、うん、たった2本歩いて、例えばですよ、うん、ここはパリの都に手揃って言ったら、うん、もうここパーって、ね、そうね、何にもなくてもパリなんですよ、うん、それはお客様にイマジネーションしてもらうってことなんです。幕引かんでいいしね。そうなん、何にもないんですよ、常にシンプルなんですね。だからどこでも行けるし、あのどんなところでも時間もそれから距離も超えられるってことなんです。歌い英語でやるっていうことあるんですか？あのね、実はあの英語脳ってあるんですね。でたまたま主人が仲良くしていた方がそれ作られた CD をだいぶ前にいただいたんですけど、まあ、私たちの感覚から言うと、例えばありがとうございます、ありがたく存じそうろうとか、まあ、いろいろあるじゃないですか。それはサンキューベリマッチなんですよね。でそこに歌いの節が乗るからものすごく気持ち悪いんですよ。分からへんことないかな。サンキューとかって言われると、なんかちょっと気持ち悪い感覚に。私ね、しかし20年ぐらい前に、ね、はい、あの経験したことで、あのイギリスのスコットランドへね、はい、たまたま行きました時にね、スコットランドの石の教会、キリスト教の教会ですよね、はい、そこを舞台にして東京の能役者の方、プロの方が能衣装で能装束でシェイクスピアのオセロをやって、あれ面白かったですよ。で日本語で、あんな体験初めて。まあ、場所といい本当にご当地のあれですもんね、うん、本当。世阿弥ってほんまにね、私いつも思うのは、今彼が生きてたら、うん、ものすごいスターになっていたか、あるいはカリスマ経営者になってたと思うんですね。なるほどね。っていうのは、あの観阿弥世阿弥って教科書出てきますよね、うん、で例えば子供たちに世阿弥ってどんな人やったと思うっていうと、うん、出てくるのは渋い、うん、おじさんおじいさん地味ってイメージなんですね、うん、でも実は世阿弥はめっちゃイケメンやったんです、どれぐらいイケメンやったかっていうと、書かれてるのを読むと、見ただけで
魂が飛んでいくって書いてあるんですね。あの二条義元って当時のもう最もその文化人たる一番冴えたる人なんですけども、手紙の中に、まあ、その当時で言ったらもう老人なんですけど、その老人の自分の中にね、こんな赤い火が燃えてるなんて恥ずかしいって書いてあるんですよ。だからそれぐらいイケメンだったんです。で今風に言うとイケメンでですよ、歌って踊れて作詞作曲できて芸術論の本も書いて、だから秋元康やってるわけですよね。でアイドルやってて、なおかつプロダクションの経営もやってるんで、渡辺プロとかホリプロの社長もやってたってことなんです。なるほど、すごいね。本当にあの世阿弥ってすごいなと思いますよね。明治の最初の頃までは能の作曲をしたのはおそらく知識人かお坊さんだろうと思われていたのが、実はその能楽師自体がそういうことをやってたっていうのが分かったわけですけども、うん、しかも足利将軍とも近かったわけでしょ。そうなんです、あの義満のね寵愛を受けてるわけですから、うん、もう一つね、あの観阿弥ってお父さんなんですけど、観阿弥ってすごいなと思うのは、私観阿弥パパってすごいって思うんですけど、世阿弥に何を習わせたかというと、今でいうとこのサッカーの蹴鞠、うん、それとレンガなんですね。なるほど。で共通してるのはコミュニケーション、うん、蹴鞠ってボールを次の人に渡していくわけですよね。でレンガというのは身分をとらわれずにいろんな人がいて、うん、そこでトータルな、まあ、言ったらものを一つのものを作り上げていくために次の人に渡していくときに、いろんなことをこう考えていかなければいけない。自分だけ一人だけのものじゃないんですね。だからそういうチームワークのある連携のものを習わせてるっていうのは、能舞台ってまさしくやっぱりチームワークなんですよね。だからやっぱすごいなと思うし、あのもう一つはその名前なんですけど、世阿弥っていうのはもともとは鬼夜叉っていう名前だったんですよ。怖い。そうでしょ。で鬼夜叉って今から考えたらえって思うじゃないですか。で絶世の美少年でめっちゃ可愛い子がいて、名前は何って聞いたら鬼夜叉って言われたら、いやでも人の記憶に残りますよね。なるほど。太郎くんではどこの太郎になるじゃないですか。でその後藤若という名前を二条義元からもらって、藤若っていうのは、まあ、名誉藤原氏みたいな名前なんです。うん、あの藤の花の若い、まあ、目みたいな感じなんで、でその後、まあ、義満によって世阿弥っていう名前になってるんですけどね。能のその言葉がいろんなところに使われているっていうね、はいはい、話があるでしょ。脇役の脇は、はい、あの能のそして脇の脇ですよね。脇をやる人と主役のその人は全く違う。そう、違う人がやる。これが不思議なことで、うん、あの一般の人たちは、うん、まあ、舞台に立ってるから、あの芸能界と一緒で脇役の人が人気が出てきたら主役やるじゃないですか、うん、でもうちの世界は全て専業制ですので、うん、脇方っていうんですけど、脇方の方は一生脇だけなんです、うん、でして方の人は、まあ、してとか連れはやってもそちらだけなんですね、うん、で笛の方は一生笛だけ、うん、鼓の方は鼓だけというふうに全部専業制になってるんですね、うん、専業や。そうなんですよ。連れっていうね、あ、そうです、連れが来るわみたいな、ね、あれも多分能の連れから出てきてると思うんですけど、まあ、あるいはあのとことんやるっていうじゃないですか、うん、あのとことんは能の表紙のとことんってあるんですね。なるほど。あそこから来てると言われてますし、うん、あのよく子供でも使ってるノリがいいって、うん、あの人ノリ悪いわとか言うじゃないですか、うん、あれももともとは能 の、うん、あの音楽の言葉なんです、うん、あの調子がいいリズムっていうのかな、あの能のノリっていうのはいろんな種類があって、大ノリとか中ノリとか平ノリとかいっぱいあるんですけども、うん、とりあえず能の音楽の言葉なんですね。織田信長ってね、はい、戦の前に前舞ってるじゃないですか、はい、あれって今の感覚で言うと人生50年って言って待ってますよね。そうそうそう、まあ、あれは大若舞なんですけど、とりあえず舞舞ってるでしょ、うん、それって今の感覚で言うとちょっと不思議じゃないですか。今から戦するのに何悠長に舞舞うのってことになるんですけども、うん、あの能の舞の動きは全て陰と陽からできてるんですね、うんうん、で昔の人は敵に勝つためには
天下の陰と陽をひっくり返さないといけない。なるほど、なるほど。でそのためには、うん、己の体の陰と陽を整える、その上に心の陰陽を整えるということで、今でいうとこのストレス軽減、うん、自律神経を整えるという動きが脳の前の中にはあるという、うん、そういう考え方だったと言われる。でもあるかも、腹式呼吸はね、ヨガでもやるから、そう自然と歌ってる間にお腹に力が入り、腹式呼吸ができて、うん、ヨガやね。そうです、あの私もねピラティスとかジャイロとかやってるんですけど、うん、すごいすごいな、あのそんなことないんですけど、いろんなこと、あの体だけが資本なんで本当にあの結構ね共通項ってやっぱり多いんですよ、うん、やっぱりだからその700年続いてるということは、うん、理にかなった動きや、うん、理にかなった呼吸法でないと、これやったらしんどいわって、肩こるし腰痛になるとかね、あるいは喉痛いわっていうのであれば続かないはずなので、やはりそれには人間の体やいろんな動きにとって理にかなったものっていうのが残ってきてるんだろうなって思うんですけど。でも面白い脳講座やってられるのは純子さんだけ、脳学面白い講座やってるのは私ですけども、うん、他ではやってらっしゃらない。今はね、例えば、うん、あの似たようなものをやってらっしゃるところもありますけども、うん、まあ、あの八百屋さんがたくさんあってとか、うん、あの和食のお店がたくさんあるけど、行けば雰囲気も違うしお味も違うということで、コンセプトはいろいろだと思います、うん、私はとりあえずこれはデパ地下のご試食前だと思ってるんですっていうのは、例えばね、あの美奈子さんがデパ地下に行かれた時に、うん、まあ、あの いかがですかって言われて、うん、ちょっとあんま苦手やしええわって言わはるけども、おばちゃんがしつこいんで、まあ、ほな一口食べるわって言って食べはったら意外に美味しいやんってあるじゃないですか、うんうん、でうちに来る修学旅行生って連れてこられてるわけですよ、うん、自らの意思で来てるっていうよりも、まあ修学旅行やしっていうので連れてこられてるんですね。でほとんどの子は感想文を読むと、もう寝ようかなと思って来たって書いてあるんですよ、うん、もう脳とか見たくもないのにって書いてあるんですね、うん、でもそれをやった時にものすごい美味しいじゃなくてもいいんですよ、意外に良かった、うん、なるほど。それがね、その人の世界を広げてくれるし、うん、あの飽きさせない、でもう一つはお腹いっぱいにしないってことなんですよ、うん、お腹いっぱいになったら完結して、あもう脳は全部分かりました終わりですになるじゃないですか、うん、でもっと知りたい、もっと見たいって思う方がつながっていくので、そうすると自分で調べたりもしてくれるし、あのコロナになってこう旅とかね、移動することの意味をこんなに多くの人が考えたことってないと思うんですね。で私が考える例えば、まあ修学旅行って何かっていうと、日常とは違う時間や空間の中で何かを見つけたり発見したりする、でそれがいつかその人の人生でどっかに結びつく、うん、でなおかつ友達と来てるわけなので、うん、同じものを見ていても違う見方がある、うん、まあ、今でいうとこの多様性ですよね、うん、あるいは見ているはずのものを自分では気がつかなくて見ていなかったり、うん、それをシェアできるっていうのがやっぱり修学旅行だと思うので、うん、能舞台もそうですし、ここの館もそうですけど、やっぱり日常とは違う時間や空間だと思うんですね、うん、でもね、そこにやっぱり説明してくれる人がいなかったらダメなんですよ、見るだけではね、うん、だからやっぱりそこで説明してくれる人がいて、文化っていうのは少しずつ理解をしていただける、日常と違うだけにね、うん、それはありがたいことやわ、ね、あのほったらかしにして、はいもう見なさいっていうのではやっぱりね、うん、とても多分あの特に子供たちなんか持たないですね、うんうん、でも習ってみようと思う方が今後どのぐらい増えていくかっていうのもとっても ね難しい課題ではありますよ ね念頭っていうのは。あの金沢なんかだったらね、はい、すごく普通にね、あのお歌やってらっしゃる方ね多いですね、あそこ。そうですね、宝生流がね、とお茶も盛んですしね、はい、昔はみんなそうだったんでしょうね。そうな、西陣とかそうですよね、昔なんか私も聞いたのでは、例えば丁稚さんに至るまで歌いとかを習わせていたとか、うん、それはお客さんとかとお話をするときにとかっていうのでって聞いたりしたことがあるんですけど、うん、だからここで旦那さんとかね、ここで能をやって、うん、隣でお茶をやって、うん、まあそれが楽しみやったんでしょうね、そうそう、昔の人はね。そうそう、でその時にね着物をやっぱり着てっていうのもありますしね、うん、そうそうそう、本当に
佐々木さんってのお医者を作ってくれてるとこもすぐそこにあるしね。そうですよね、今も脳消毒専門で作ってるとこはもう佐々木さんのとこだけですしね。本当人口はどうですか、減ってますか。あのやっぱりお稽古習う方もやっぱ減ってますし、あの見る方も同じような方が京都の場合だとやっぱり来られてることが多いんですね。で私はただあの能楽面白講座って、まあ、今コロナでいらっしゃらないですけども20年ぐらいやってきて、まあ、大体50万近い方が来てらっしゃるんですね。そうすると中学生だった子が10年後あるいは20年後30年後にですね、ああ能見たなって思って見に行ってくれたり、で感想文読むとよく書いてあるんですけども、今は受験があるから能見に行けないけども受験が終わったら能見に行きたいって書いてある子すごく多いんですね。だからそういう、まあ、さっき言ったようにデパ地下のご試食じゃないですけども世界を広げる一つのきっかけになってくれたらすごく嬉しいなと思ってます。私も中学生の時にあの国語の授業で連れて行かれてみた土蜘蛛がやっぱり鮮明にずっと覚えているってね、はい、ありましたですね。からあの、まあ、あの歌舞伎だって一時は非常に廃れて ね、 そうですね。でもやっぱりいろいろとこう工夫を凝らしたり現代的なものにしたらこれだけまたね盛り返してきたから、あの能とか狂言だって十分ねそういう可能性あると思いますけどね。でも歌舞伎はスーパー歌舞伎とかねすごいのがありますけど、能はそういうわけにいかんよね。あの歌舞伎はねエンターテインメントなんですよ。でも能はもともと御神事で始まってるので、エンタメにはやっぱりねなり得ないんですね。あのアドリブもできないですしね。どうやらか変わった面つけるとかなんか、そうですね、衣装もなんかフリルつけるとか狂言はね結構あのいろんなことできるんですよ。そうやね、狂言はね。でも能はね、そこら辺がやっぱり多分分かりませんけど、その能のコンテンツそのものは変えられなくてもそのシチュエーションを変えるとかね、場を盛り上げるとかね、他のことはできる、いろんな他のものと組み合わせるとかね、いうことはできると思いますけどね。そうなんです。だからあの能がなんで続いてるかっていうと、私は思ってるのはさっきおっしゃった複式無限能という、ある意味のビジネスモデルじゃないですか。それはどんな時代でも、さっきおっしゃってたように、あの時間と空間を超えられるので、例えばコロナで亡くなった人のことをお能にすることとかできるわけですよ。そうそう、新しい題材を作っていけばいいね。あのもちろんだから新作能っていうのは毎年作られてるんです。あ、ただ作られてるんですか。それがただね100年後もあるかどうかわからないんですよ。割と数年前だとあの同志社の関係者の方が新島城の正常の完売っていうあの、作ってくださいました、はい、そうですそうです。だから漫画の中の紅天女の一部を能にしたりとかですね、いろんな試みはあるんですけども、クラシックと一緒で本当にいいものであれば何回も上演されるようになるし、100年後も生き残っていけるってことなんですよね。あのエンターテインメントじゃないとおっしゃいましたけど、例えば今だとね歌舞伎を見る人ってまあ、いきなり歌舞伎ってことはあるけども、歌舞伎俳優さんがテレビのドラマ出たりね、映画出たりして、あの人たちが舞台出てるか見てみようってあるでしょ。で能だと昔だった関西秀夫さんみたいなね、映画に出られてね、そういうね、だからこの能をあの本拠地にしながら、えあの他のところへこう出ていかれるような方があったらスターが出てくると ね、そこからまた逆流してね、見に来てくださる方が増えるかもしれないですね。だって狂言やったら泉さんとか、ね、そうそう野村万作さんとかね、ただね能はね表つけてるじゃないですか。 ね、それがね誰がやってるか分からへんという ね、どんだけイケメンであっても ね、あの人目もやれば別ですよ、でも大体は表つけてるんで、その辺が難しいんですよね。本当にもうちょっとねこの面を変えるね、本当そうですよ ね、まあ、亡くなることはねないとは思うんですけどもね。能が続いてる一つの理由は、時代が変わったとしても変わらぬ人の思い、例えば誰かのことをすごく好きになる、好きになったあまりにその憎しみを持ってしまうとかですね、あるいは争うとか、そういう人の思いって変わってないでしょ。それを届けるということでやっぱり続いてきてる、シェイクスピアとね一緒ですから、そういうことはあると思うんですけどもね。一番舞うのが高いのよね、能はね。舞台に出ようと思ったら日本舞踊の中でもそうですけどね、お衣装から何からね、みんなすごい高いよね。まあ、あのクロートが舞うのでも、まあ、東京とかはチケットが割と人数が人口多いので流通するんですけど、まあ、例えば京都とかだと
人口比に対しての替えの数って日本で一番多いらしいんですね。だいたい土日だとどっかで何かやってるって感じなんで、そうするとチケットってなかなかさばけないので、やっぱりね若手の能楽師の人は大変ですね。あのそれはして方に来るんですね、チケットっていうのは全部。あ、本当に大変です、はあ、それをさばかないかわけですか。だから自分が舞うのに自分でお金を出して待ってるというね、変な状況が。切り切り舞いですね、それはね。本当そうです。切り切り舞いや、本当に。はい、お座布団一枚。ありがとうございます。お座布団一枚、本当に。いやいやいや、どうですかね。伝統産業というのはどっちにしても大変やし、うんうん、文化を守っていくということは本当に苦労がいりますよね。ですね。ただあの私なんかだと中学生とか高校生が来て感想文送ってこられるんですね、うん、でそれを読むとね、うん、私たちが思っている以上に子どもたちってすごい反応していて、うん、去年一昨年来た学校の感想文で私すっごく印象に残ってるのは、うん、ずっとこう書いてあるじゃないですか。で最後に立派な国際人になりたいと思った、うん、でもその前に立派な日本人になりたいと思った。うわ、すごいいい文章。私ねちょっと読んでうるってきたんですね。だからそんなことを感じてくれる子がいるってことはすごいなと思ったんですよ、うん、それを努力してくださったのがすごいじゃないですか。いやいや別にあの努力してるわけじゃないんですけど、うん、本当に、まあね、いつまでもお話を聞きたいんですが、こうちゃんが足が痛くて大変なんでこの辺であの今日は本当にあのありがとうございました。また今後ともよろしくお願いいたします。どんだよ、はあ、今日はなんか脳が分かりましたけど本当にどんな感じでした。私の足は大丈夫だったみたいですよこれからまたあの今日のお話を聞いて来月以降お稽古に励みたいと思います。本当そうです。頑張らないといけないということがね、はい、本当切実に思います。何事も継続ですからね。継続が力なり、はい、あのもし気に入っていただきましたら、京都文化サロンご登録よろしくお願いいたします。私は白瀬にします。どんだよー。